サンディエゴ州立大学。卒業生は20万人以上。151の分野で学士号、修士号、博士号を提供している。西部有数の歴史ある大規模州立大学。特に大学院課程での研究に力を入れていて、カリフォルニア州の州立大学の中では最も多くの博士課程を設けている。サンディエゴはハイテクの街として知られ、 三学連携による先端研究が盛ん。大学側は三学の連携による共同研究を充実させながらリサーチユニバーシティとしての地方を固めてきた。メキシコとの国境に近いことから学生の人種構成が多様な大学として知られ、マイノリティへの大学教育の提供を旗印に掲げている。スポーツは盛んでプロスポーツ選手として活躍している。卒業生は 毎挙に糸間がない。また、長い歴史の中で、グレゴリー・ペック、バーナード・リムランド、ジェリー・サンダースなど、各界に逸材を排出してきた。全米7位の人口を有するサンディエゴ市は、メキシコ国境近くに位置し、温暖な気候で、南カリフォルニアの陽光に、豊かな緑が輝く街並みを誇る、リゾート地として有名。また近年では、学術研究都市として、 急速に発展しており、博士号を持つ人が住む割合が全米1位となっている。カリフォルニア州サンディエゴ市にある283エーカーのキャンパスには88つもの建物があり、うちいくつかの建物が国家歴史登録剤に記載されている。ヘプナーホール主要世界大学ランキングザ、ワールドユニバーシティランキングザ世界大学ランキング、US ニュース ワールドレポートフォーブストップカレージランキング世界カーネギー財団より研究活動や上級学位家庭の規模を評価するドクタールリサーチユニバーシティインテンシブにおいて全米の高等教育機関の上位6.7%が属する R2 に分類されているプリンストンデビュー誌による全米ビジネススクールランキングでは同好経営大学院が Great Opportunity for m i n o r i t y Students 部問で2位に位置づけられている。学部別ランキングビジネス学科別、ランキング US ベテランズマガジンベストカレッジウェブサイト、50アンダーグラデュエートビジネスプログラム、81ネーション、US ニュースワールドレポート、2021-2018年秋、学期より1年生として、エスティースに入学する学生の、 平均荷重 GPA は3.83サットの平均スコアは1264点。これらの数値は米国内の高校に通う生徒の約トップ10%に値すると言われている。STS はプリンストンデビュー士及びバロンズ教育士による入学難易度指標で非常に難しいを与えられている。 2019年度秋学期への出願者数は68,897人に上り、カルフォルニア州立大学の中で出願者数は最多である。2019年度には21,300人に入学許可が下り、合格率は34.4%であった。カルフォルニア州立大学の中では、第3位で年々合格率が下がっている。他の米国の大学同様、 編入学は盛んである。2018年度秋学期には23,051人が出願し、5,274人に合格許可が下りた。合格率は22.9%で、合格者の平均 GPA は3.93、平均アクトは27.0となっている。合格者の78%がカリフォルニア州内のコミュニティカレッジ出身者となっている。 エスティースのスポーツチームはアズテックスと呼ばれ NCWA のディビジョン I のマウンテンウェストカンファレンスに属している。野球アメリカンフットボールバスケットボールジャパニーズスチューデントアソシエーションアットエスティースはエスティース在学中の日本人学生によって運営されている大学公認の非営利団体である。日本人学生会は日本というアイデンティティ文化、 言語を共有する学生が集まり、様々な交流を通じて、学生生活をより活性化させることを活動趣旨とし、例年、日本人学生間の交流、異文化交流、留学生活支援などを目的としたイベントを、数年多数開催している。アメリカン・ランゲージ・インスティチュート・アット・エスティース、アメリカン・ランゲージ・インスティチュートは、米国カリフォルニア州サンディエゴにある、 サンディエゴステートユニバーシティの ESL プログラムページ1就職支援団体はサンディエゴの主要大学であるユーシアスドエスティースの日本人学生を中心に運営されている大学公認の非営利団体である。主に南カリフォルニアエリアに留学している日本人大学生の就職活動のサポートを中心に活動しており社会人交流会、就活セミナー、 オンキャンパス選考会などのイベントを開催している。ありがとうございます。